実は寝る前に炭酸水に混ぜる晩年ダイエッター必見のレシピを紹介していきます。炭酸水がダイエット効果を倍増させるって知ってますか僕も1 2 0キロから減量するときに炭酸水にマジで助けられたんです。ただ飲んでるけど痩せてないけどわかります。そこでまずは炭酸水と健康について一緒に考えていきましょう。就寝前に適度の炭酸水を飲むと一日の終わりに爽やかな気分になって 気持ちをすっきりして眠りにつくことができますまた睡眠の質が上がるだけで200キロカロリーも消費するということを知ってますか実際にハーバード大学の研究によれば睡眠中に消費されるカロリーは1時間あたり40から55キロカロリーとわずかであり例えば約7時間睡眠をとった上で換算するなら200キロカロリーから300キロカロリーそれ以上の燃焼が期待 できるということになりますこれには除波睡眠が大切なんだということが分かっています除波睡眠というのは睡眠の前半の部分で質の高い睡眠とされるのがこの除波睡眠がどれだけ深いかというところなんですまたそんな人におすすめな炭酸水は微炭酸水だったりとか強炭酸じゃいけないのとも思いますよね実際に理化学研究所などの研究からパソコン作 作業の合間に強炭酸微炭酸水の3種類を飲んでもらって前後の眠気の変化を調べたところ微炭酸と水で眠気の評価が高くなる傾向が見られたということがわかっています逆に強炭酸は精神の疲労を少なくしたりとか眠気の誘発を予防できる可能性が示唆されているということがわかっているんですつまり炭酸水とかお水で考えた場合寝る前は さんやお水がおすすめですし日中は強炭酸の方がいいということなんですただこれらの研究の中で使われているのは無糖の炭酸水なのでなかなか無糖のままだと飲みにくかったりとか清涼飲料水なんかを飲んでしまうと砂糖が多く含まれているから太ってしまうよなというイメージがあると思いますなのでこんな寝る前の微炭酸に混ぜるといいものというのを3つ紹介をしていきます一つ目 蜂蜜健康ダイエットをサポートしてくれるものになりますこれには夜間低血糖が関係しているというふうに言われています僕たちは睡眠中に血糖値が下がらない仕組みがあるということを知ってますかただこれが日中のストレスが高い状態や夕食で糖質制限などをしていて糖質が不足していると寝ている時に低血糖になってしまうこれを夜間低血糖と言いますそれをか 回復させるためにストレスホルモンやアドレナリンというのがたくさん分泌してしまって脳を興奮させてしまって寝つきが悪くなり眠りの質が落ちるすると本来は熟睡することで得られるはずの脂肪の燃焼効率が悪くなるということなのでそれをサポートしてくれるのが蜂蜜実際にカナダのトロント大学の研究では毎日蜂蜜を食べた人は空腹,腹時血糖値総コレステロール悪玉 コレステロール脂肪肝の基準値まで下がっていたということが分かっていてビターンに合わせて蜂蜜を混ぜて飲んでみてください続いて寝る前に炭酸水に混ぜるといいもの2つ目おからパウダー健康な体づくりをサポートする可能性があるということが分かっています40代以降の女性や運動が嫌いな方におすすめなものとなっていきますこの時のおからパウダーなんですがだいたいスプーン1杯程度 炭酸水に混ぜて飲んでいいたただきたい続いて夜に炭酸水に混ぜるといいもの3つ目ブルーベリー美容の分野だったりリラックスタイムをサポートしてくれるなどとして注目されていますが特にブルーベリーなどに含まれるレスベラトロールという種類は僕たちの腸内細菌の栄養源として機能するということが分かっています。コンビニや業務スーパーーーパで売られてている冷凍ブルーベリーを少し混ぜて飲む ようにしてみてください。ではここからは簡単に続けられる裏技紹介をしていきます。それはニューコアラマットレス、快適な睡眠時間をサポートしてくれるんです。僕の個人的な意見なんですが、Apple Watch で睡眠の経過を追っているんですが、コアラマットレスを使用する前と使用後であれば、明らかに僕の場合は寝心地がいい感じでベッドタイムが快適になりました。ただマットレスって個人の好みだったり合う合わな があるよなというところ気になると思いますただこのニューコアラマットレスはマットレスの上にチャックがついていて ジャックを外すとマットレスの方さんが裏表で固めと普通で選べるようになっています僕は普通の方が好みでしたただこんなに大きいマットレスが来たら運ぶの大変じゃないのとも思いますよねただ配送されている時には圧縮されて筒状になってその圧縮を開けることによって勝手に大きくなってくれますこのコアラマットレスははじめ社長さんやメンタリストだいごさんも以前動画で紹介していたもので実際に ホームページの声でも1個だけじゃなく家に3つ目のコアラマットレスを買ったという人がいたりとか sns で話題の理由が分かったとたくさんの声がありましたただコメントの中にはちゃんとデメリットもあって寝心地がいいのでベッドにいる時間が長くなってしまうのが難点ですというふうに書かれていました確かにその気持ちはわかります僕自身ですね最初はいろんなインフルエンサーさんが紹介しているので興味半分で案件をお受けした ですがプローチで見た時に変化が起こってきたので正直びっくりしてますまたどうしてもマットレスっていうのはなかなかたびたび買えるものではないじゃないですかだから簡単に試そうと思っても少し気になるよなっていうところあると思うんですねただこのニューコアラマットレスに関しては返品返金保証がついているので商品に対してかなり自信がある証拠なんだなというふうに個人的に思いましたまた衝撃吸収性のサポート力と通気性に優れたマットレスって いいいいううううのののををを例えばこここワワイインン上に置いてでででもすすねねそのワインがこぼれないといううなととと風見たことあると思うんです、ね、だから寝ている間でも体をしっかりサポートしてくれたりとか私服の寝心地っていうのを実現してくれるものなのかなと思いますまた120日間の返品返金保証がついているというところがすごいところなのかなと個人的に思いますそれにプラスアルファして10年間の保証もついている本当にすごいなというふうに思いますからぜひ概要 概要欄からチェックしてみてみくださいただ僕はですね座敷で寝ているので敷布団でずっと寝てたんですねなかなかベッドのフレームって和室に合わないということがあると思うんですがコアラマットレスに合わせてですねベッドフレームというのも合わせて販売されていますからぜひチェックしてみてください最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた明日バイバーイ